ガンカテーテル治療のイメージ図ガンカテーテル治療は医学的な専門用語ではないがカテーテルを用いたガン治療の総称として近年では一般的になりつつある造語である手術を必要としない侵襲の少ない治療の一つとして X 線透視や超音波像、CT を見ながら体内に細い管を入れて病気を治す新しい治療法として インターベンショナルラジオロジーという領域がある。血管系 IVR と非血管系 IVR に分類される。IVR 治療の中でもカテーテルを主に用いて、血管の中から処置する治療の総称を血管系 IVR という。血管内治療は、狭削、閉塞した血管に対して行う、血栓溶解術やバルーン拡張術、血管内ステント留置術、 出血した血管を様々な側線材料でせき止めて、出血を行う側線術など、血管自身に対する効果を期待して行う場合と、癌に対して血管から薬剤や血管側線物質を投与主癌の縮小を期待して行う場合とに、大別される。このうち、後者の癌治療に特化した場合を総称して、一般大衆に治療内容を理解しやすいよう、近年、 眼科テーテル治療という名称が使われるようになりつつあるようだ。眼科テーテル治療は手術や放射線治療と同様の局所治療であるため、全身抗がん剤治療と比べて治療効果の及ぶ範囲が限られている反面、使用する抗がん剤の量が少ないことで副作用が少ない治療部位の効果は全身抗がん剤治療よりも強い場合が多いという利点がある。 主に下記のように分類される。ビーズの中で世界的には3種類、国内では2種類のビーズが薬剤溶出性側線物質として使用することができる。ビーズ本来の高い側線力を持ちながら腫瘍の中に入った後で抗がん剤を数時間から数日間にわたって放出することが可能である。薬剤溶出性側線物質を使用した臨床成績が 世界的にいくつか出ているが、国内でもすでに複数の初期臨床結果が報告されている。今後、従来のテイスト、薬剤溶出性促進物質を用いたテイストの使い分けに関する検証が日本の課題となる。国内外で、がんに対するカテーテル治療の注目点の一つはビーズと言える。現時点では肝細胞癌に対する使用報告が多く、今後国内でも 従来型テイストビーズを用いたテイストの間で前向き比較試験が随時計画されると思われる。また、肝細胞癌以外でもすでに肝転移、肝外転移への応用経験に関して少数例の報告があり、従来治療に難従した局所進行癌に対する新たな治療展開が期待される。またこのような局所治療は一般的に生存率へのインパクトが少ない傾向が、 あるが、一部の眼種に関しては、ビーズを併用した眼下テーテル治療で腫瘍病変を制御し、生命予防が延長したという報告もなされている。局所抗がん剤治療であること、また特にビーズはまだ新しい治療法ということもあって、エビデンスと言えるような医学的根拠はまだ少ない領域である。しかし肝眼を含めた複数の眼種、臓器に対して、初期治療経験レベルであるが、 すでに複数のビーズを含めた眼科テーテル治療の臨床経験が報告されている。眼科テーテル治療は、標準治療の不応、不対症例に対する緩和的局所抗がん剤治療と別称されるように、対象疾患や適応のタイミングが制限されている。本治療の臨床意義に関しては、今後さらなる検証が必要である。ありがとうございます。